松本バッチの今日の朝から絶版ネオ。さんはビッグバーチ栃木本店さんです。イエーイ。機種はスカイラブ。はい、はい、早速実践スタートといきたいと思います。それでは実践スタートです。頑張ります。えいえい。王ははい、ではですね、はい、本日の終日実践ポイントはラブアタック、はい、ラブアタック、特化ゾーンの一番上のやつですね、はい、だからまあ一周して、左、はい、クリスタルジャッジで左取れば達成と、はい、なってますんで、それでは皆さん頑張ってください。頑張ります。今日はちょっと今回からオープニングショートバージョンということで、はい、ギュギュッと、はい、2回連続くまちゃむのつたないオープニングを流して、はい、本物の今日はもうオープニングやめようってなりましたあれ私のせいかあ、言われてみたらそうなのかな。くまちゃむのおかげでオープニングやることなくなりましたって、なんかオープニングからの視聴率の低下みたいな話をちらっと来ましたけど、嘘嘘嘘だね。そうだよ、視聴維持率がね、私のところで下がっちゃうから。そんなことないよ。嘘やね。スカイラブはどうですか、打ってますか。ちょこちょこ打たせていただいてます。何を隠そうね、はい、全突破元メンバーの、はい、トニーさんがカルミナに行って、はい、初広告仕事じゃないですか、もしかして。あというので、まあ、私はご縁があってショールームで解説動画とか撮ってたんですけど、はい、これがおもろくてですね、うんうんうん、私結構ホールに出てからも打ってるんですけど、お2人は打ってますか。打ってますか。打ってますよ。打ってますよ。私ショールームでしか打ってないですね。あ、店は初。はい。でもちょうど良かったね。じゃあスカイラブが。あ、そうですそうです。強水か、うん。一応じゃああれしとくか。はい。その基本的なゲーム性ぐらいを解説しといた方がいいのかな。ああ、まあ打ったことない人も意外と多いかもしれないですね。まだ新体ですよね。私は結構推しなんだよね。うん、基本的にはボーナスから、はい、ST、はい、スカイゲームっていうね、ST を目指していきます。まあ、はい、イメージとしてはカバネリをイメージしていただければ OK と、はい、ボーナスの引き方はレア子役で直撃させる、もしくは超魂まで行ってお宝目を引くと、はい、その2パターンになってますん で30、100、200、300、これで、ゲーム数で広角等の、もしくはあとチャンスゾーンね、はい、等の得点がもらえたりしますよ、うん、以上です。はい、はい、シンプル。私、強水化からエンサーってんですね。タッチして、タッチして。はい、外れ強水化も意外と当たるからね。強レア子役意外とね、定格でもね 12.5% だっけ、定格だと。うまいかな、広角だと。そういう時はね、抽選紹介、レア役のボーナス付き合いと、はい、強子役の、定額は、はい、あちょ通常時は 12.6% ね。もう携帯いらないですよね。これ見れるのいいですよね。広角だと 25% で、超高だと 50%、超高で 50% なんて思うかもしれないけど、超高は29分の1でリーチ目が出るんで、じゃ本日の先制ポイントは、はい、トレジャータイムからのボーナス当選、はい、500ポイントイエー、そちらになっておりますんで、はい、私作戦会議です。大チャンス。うわ、早速やないか。チャンスゾーン高確率ですね。これ朝一はこれね、ゲーム数ずれるからね、なんか0から99まで加算されるみたいな、ランダムで。そう、ランダム加算されるんで、そのあれからもう作戦会議からおもれえもんな。ザ自力っすもんね、ずっと。ねチャンスゾーンすごい楽しかった記憶あるんだよな、私。楽しいよな、これ本当ね。よっしゃ、俺も作戦会議。作戦会議はもうリプレイで、赤文字。早い。よいよいよ、っしゃ、はい、早速トレジャータイム。いただきますよ、じゃあ先制ポイントね。とりあえずまず5回を目指す。5回まで行けば。これは全然だ。現実的に宝箱からボーナス出てきますからね。はい、1回ね、はい、終了早いっすね。1回だった。そう、はい、もう1回
コインがもらえると。やり直し。5回だと何パーだっけな、銀の 1?5、6回が 25% だっけぐらいだった気がします。なんか銀、いや 30% ぐらい、 30% ぐらいか。7、8はね、50だか75なんだよね、何もないまま会議終わりましたね。私昨日2回で銀出てきて当たりました。うまーい、うまー。2回目のトレジャータイムね。トレジャータイム、あら、私だけ、はい、取り残された形、はいはいはい、早いもん勝ち、早いもん勝ち。はい、3階でも子役引くだけだからめっちゃ分かりやすいですよね。あ、いいよいいよ、うまい。まあでもね、ボーナス引いても AT 入るとは限りませんからね。まあね、でボーナス当てちゃえば先制タイムだから、先制ボーナス。あー、うまっ、やばい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 、うまいうまい、ナイス。とりあえず、はい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 、2個上がった。はいはいはい、5回、あ、1個しか上がってないか、はい、もう 30% ね、はい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 、5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 、
5、どっちも当たるとしたらね、はい、5回、もうあの5回で当たるんだったら5回で当てた方がいいから、ね、6回、はい、開けてボーナスできたら俺の勝ち、待って待って、やると思った、で500ポイント前回もすごい僅差で同じぐらいの感じでやられたよね。7回、今7回、私え、何回ですか、何回でした、うん、5回、え、5回、一番効率のいい当て方、ね、5回で降りた、そうよ、そっちの方が期待度高いけどね、5回で降りた、もう俺30分あれば10分と思うから5回で降りたあとクマちゃんも気抜かない方がいいよ、 50% ちょいだからね、まだね、1回も取れたことない、あ、やばい、7回か、7回です、7回、やっぱね、9回10回まで行った時に夢あるから、この台は、ああ、うまっ、これは当たりだよ、あらららら、あ、リーチ目じゃない、イエーイ、7回です、上手、やった、当たったよ、当たったよ、当たったよ、まあ、チャレンジボーナスはもう正直設定制作に使うぐらいの感じだからな、コスチュームチェンジ、コスチュームチェンジで設定推測するっていうだけの、強固薬とか引かないとちょっと厳しいからね、全員開けするのは作戦会議、でもそれちょっとおもろいっすよね、まあね、はい、開かないコスチューム、出撃ボーナスだ、私宇宙落とす、色はこっちが普通だっけ、これは色違いの方だね、だから偶数しさ、順番はそのまんま、私出撃ボーナスやりますね、はいよ、青菜々です、やった、総投資4000円です、これさスカイラブのさ、はい、中あのナビの中が、うん、あの発音があの大ちゃんの言い方でさ、めっちゃ今な、そうでしょ、すげえ反応して、そう中そう、これ俺もめっちゃスカイラブ打ってるって言うとさ、うん、あのフィルカッターエンターってこうやってこうね、脳がある、そう、脳内でさ、なんか良かったみたいな、Let's go、 病気やん、もうそれは、ああ終わったっていや見て中がね、その発音なんだよ、完全にマジでそれ病気なんだよな、もうやられてんな、脳が、あー、ナビほいくー、7回、え、まずいかも、お宝チェックだ、大丈夫か、俺だけいけないとかある、よいしょ、え、何回ですか、7回かな、あー、7回、60、75、60、それは通したいね、十分、数字十分だよ、頑張ろう、676でしょ、676、60%、75%、60% です、チャレボです、さあ、60%、あ、赤、はっ、赤タイトルかせったの、え、え、どうした、レイヤー、レイヤー、赤タイトルガセッ、レイヤー、
何があった？赤タイトルガセッタ。レアいね。おい、あれねねねね、あら、うまい、めくれましたね。あれとか、そこなんか設定差あったかもな、もしかしたら。ありがとうございます、ST 一番乗りです。違うよ。あ、違う、うん、トレジャータイプだから。あの、喜んでるとこ悪いけどめっちゃ勘違いしてた。トレジャータイプに戻っただけだ。毎回失敗するからそうか、そう、こっちがもらえるのか。 ST 出てくることもあるけどね。あ、俺ずっと ST もらえるもんだと思った。基本はトレジャータイプ。いや、すぐ失敗。基本はトレジャータイプですよ。あら、コイン2ゲーム連続で追加引いたっすね。あ、これ弱チェで当たったんじゃないか。これ弱チェで当たったくせえぞ、これ。あれ、弱チェで広角の弱チェだと何パーだっけな。弱チェでこれね、演出発展してる時点で熱いから。おお、あ、超高いったよ、私。おーっと、レアク結構引いたんで。ほらね、よいしょ、当たるね、やっぱり。またチャレボかい。まれ、うっ、あー、はいよー、よいしょ、青ね。お、あ、イエーイ。え、これ今当たって分かんないときはね、はい、見れるよ、個人履歴で。個人履歴、弱チェですね。そう、ラブボー、あ、ね、出撃ボーナスだよ、また。また、これはありがたいね。さあ、7回。よし、いいね、7回、8回いこう。よし、9回。さあ、来たよ、こっから。次子役で、次レア子役ね。次子役で、次レア子役。いけ、ほい、頑張れ、いけ、まず10回いけ。あるぞ。ダー、 あらー、下手やねリプレイぐらいね、意外と引けるからね。まあまあまあ、あの、色違いゲーム、私スカイラブを打つにあたってすごい恐れてたことが1個あるんですけど、ああ、お宝目わからないっていう、あの、あ、お宝目で当たってました。私今日ね、これね、あの、朝話してたんですよ。 お宝目で当たって、お宝目バンバン出てるのに気づかずに、何で当たったんだろうってなるのが一番やだなって。あら、お宝目でした。だから当たったたびに、当たったたびにチェックした方がいいね。はい、そうね、お宝目でした。さあ、私、復讐バトルです。 50%、90%、 あ、違う、 60%、90%、50%。 あー、いいね、やりがいあるね。1個通しちゃえばね、そこで落ちるんだよな。おいよ、赤ちゃん、赤ちゃん、さっき私落としたけどな。あー、もうそれは大丈夫やわ、こんなもんは大丈夫やわ、こんな落とす人。しかも赤ちゃん、せーの、これはもう大丈夫じゃない。で、次 90% なんで。熱いっすね、気をつけて。あの、俺、そう、俺こういうの危ない、俺 90% 危ない人。気をつけて、自覚ある。あー、大丈夫だね。ジョガーン、あと一つ、50%、 2分1、いけるか。お、いったんじゃない。チャンス、チャンス、はい、ウィー、ナイス。よっしゃ、ありがとうございます。一番乗りだ。私、あの、2戦目にだけ全振りして50、150です。ありえるね。でも最初の50歳通っちゃう、まあ、俺のとあんま変わんないよ、うん、内容的には、ね、最初の50大事。さっき60落としてるけど、頑張るぞ。マチャムの見てから始めようかな、俺も。よし、もうやろうかなもうダメそうだから。あるある、まだあるよ、まだあるよ、意外とあるよ。どっちも1戦目でやられたけど。さあ、行きまーす。次 100% だったのにネクストスカイゲイ。
スカイゲーム中は、まあ、リプレイとこれですね、ナビアリの赤なんでまあいきますけども、でこうやって引いて発展して、でそのミッションをクリアすると、これが対応役です。リプレイゲーなのよやっぱり、まあ、この3つは基本つくんで、レア子役引けば確定で、まあ、リップベルあたりまでついてくれると助かる。で途中でつくこともあります。SP はもう確定です。外れでもいいんで。やっちゃってー、ここでのねレア子役が気持ちいいんじゃ。ナビでも出るからね。ここで追加がある。そう、あいいよ、リップだったらあるんです。順調、いけ。あまあ、こんな感じで3ゲーム目に追加されること結構あるんで、それからくじが引けるのよ、ポイントもらったから。いや、なんかスマトークがびっくりなんですよね。あ、それはあのお知らせトークに切り替え。あ、はい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 、はい、なるほどね。おー、いいよ、両方来た。ハズレ以外だったら確定。おい、あー、フリーズ。おー、ナイス。あたす。順調だね。いいリプレイでございます。順調だね。で、赤7、青7、どっちが揃うかと。これはあと5回やるですね。青休めですね。まあ、赤 10% ぐらいだからね。意外とっすよね。ビッグボーナス、ベース100枚でボーナス中に上乗せをしていくと。熱っ、超高上がりたてのカットイン。熱っ熱っ熱っ。ここね、これもうこれ止まった時点でここからスイカ止まったらもう強スイカなわけ。だからもう強スイカがリーチ目しかないのにカットイン出てるわけ。それすなわちリーチ目なんだな。熱いわ、気持ちいいな。それ綺麗な出目だな、綺麗な出目だな。よし、いや雷さんみたいよし、それはわかるわ。綺麗な出目だな。よし、バッショイ、バッショイ。あべ、音下げ忘れちゃった。あちゃちゃ。しまった。おい。めちゃくちゃチャレンジボーナスに寄っちゃうんだが。ずっとチャレンジ。チャレンジャーだな、アバチさん。シンプルにこれ振り分けだからな。さあ2連目いきますよ。あぶれミスト。作戦会議です。それじゃあタイム、私も当てるよ。え、でなんでさ、これじゃタイム、これ途中の回から始まることあるの？始まることある、あるよ。 5回から、5回から、1回か5回から振り分けです。そうなんだ。そう、強子役でトレジャータイム行くと必ず5回から始まる。あ、だからだ。じゃあバニー、普通のバニー。え、頼むぜ。うわっ、9回。おいけなかった。リプレイ頼む。うまい、9回で引いたよ。上がる。9回の方の、うん、開ける瞬間、9回の方の金だと、あ、レインボーの2。あ、それは赤、ラブボーナス。赤、赤ラブボーナス。うん、赤になる。リップ、イエーイ。あと何ゲーム？あと2ゲーム。あっちゃー、やらかすわ。2連は、まあ、2連は罪だね。ラストのミッションでやるしか。1個多めにちょうだい、リップまで。よし、ある。リップまではある。大チャンス、大チャンス、大チャンス。 You got to win that, let's go。 引けねえわこいつ多分。あー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 。ナビでもいい、何でもいい、何でもいいよ。いけ。あー、ちょ、あー、危ない、危ない。ナビ、ナビゼロ角、ナビゼロ角。はい、がーばー、リップ、いけよ。あー、ナイス。あぶねー、瀬戸際。いいスカイゲームですね。いいスカイゲーム。あぶねー。This is、 This is。私ラブボーナスいきますね。耐えた。告白成功で。でもいいな。あ、なんかこの自分より下の世代がスカイラブ楽しそうに打ってると、ほっこりするね。うわ、なんか全然あげらんなかった。告白、青？うん。珍しい。
青十何パーじゃない？全然上げられない。ラブボーナスって青珍しい。下手すぎ。頼むぜ。好きだー。うん、いいよ。ね、正解はプロポーズだから、ね、俺と一緒の墓に入ってくれよ。もう添い遂げるやつだから。うん、いいよ。ああただねー、アース振られました。ラブボーナスから入れれないんだよ。もうこれはきついね。ラブボーナスするはきつい。なんで俺はずっとチャレンジボーナスやらされてるんだ。確かに苦境だよ。ミッション中ね、青7狙い結構おもろいよ。青7狙いさ、うん、ここがもうリプレイはここから止まるんよ。はいはいはい。こっから、あ、これチェリーか。青を狙って、まあ、リプレイはここから止まるやん、はい、で、強水客とお宝目もここから止まったりするんじゃない、はい、で、逆に1コマ滑ってスイカ上段、まあ、スイカ上段か、スイカ上段が、はい、ベルオア弱水化になるよ。青七が枠上ってことですか。滑ってスイカ上段。そう、スイカ上段で、はいはい、枠上の青七も OK。はいはい、はいはい、そう、スイカ上段から弱水化、ベル、まあ、お宝目もあるみたいな。うん、なるほど。だからここにリプレイとベルがこっちのエレと集結しちゃうじゃん、弱い子役で立ちやすいのが、はい、だから弱い子役で立ちやすいリプレイとベルが引いてるときに出目を2つに分けれるんだよ。あー、なるほど。そうで、両方ともレア子役ついてくるから、レア子役の、まあ、スイカの可能性消さずにリプレイとベルの可能性も残せるっていう。第二停止に力が入るっていうことですね。なるほど、ちょっと難しいか。そう、超高だよん。わ、超高来たから、お宝目見逃さないようにちょっと尽力したい。怪しかったらすぐさらっと出るからね。あ、若いよ。あ、チャンス。あ、スイカやね。スイカでも超高 25% あるよ。でも安いエースで出るときはだいたい色矛盾出るけどね。まずい。あ、なるほどなるほど。で、見逃すとしたらレア子役とか引いて全長中に出てるとき、ガセ全長中に出てるときは見逃すかも。あ、熱い。熱い。ラスト、ラストです。うだから青ならければ1角だね。うんうん。これか、これお宝目。あ、そう、それお宝 目, お宝目。これさっき引いたわ、チェリーが。私それ、あ、それお宝目。これだ。あと、まずい。チェリーなんだなって思ってた、さっき引いた。リプレイ、リプレイ。やらかした、これは。もったいねー。これハイパーやらかし。あ、最終ゲームだったんだ。そう、これハイパーやらかしです。もったいないね。何連ですか。3連。いやー、やっちゃったな。もうかーん。これでスカイラブやるんだったらトニーさん呼んでも良さそうだったけどな。呼びます。確かに今呼んだら来てくれるかな。栃木なんだから。栃木まで行けます。あ、トニーさん出てくれたんじゃないかな。ちょうど出社したぐらいの。本日初のチャレンジボーナスでした。28ゲーム。トニーさんに写真送ってあげようかな。打ってるよ、みんなで打ってるよって。取ってあげるわ俺。あ、やった。トニーさんに送っといてやって。ね、だって台からも返信来るんだから、トニーさんから来ないわけないもん。そうですよね。そうよ。あー、ダメなんだよな。あ、メイド。松本マッチの今日も朝から全ツッパネオ。でも、あの前評判というか、その期待が高まると、うん、出た時のなんかその悪目立ちしたりしますからね。まあ多分ね、番長は大丈夫だよ。あんまり期待が高すぎるとなんかプレッシャー。やべ、お、俺これ薄いの引いたかも。これ俺ゲールーレット、これゲームスだよ、うん、え、俺赤の、はいはい、シャッターの初めて見たんだけど、ここが500いくつだったんだけど、短縮だから600扱いだと思うのね。はいはい、朝一短縮されてるから、うんうん、通常時のゲーム数中数600のとこだと、出撃ボーナスが 0.1%、 ラブボーナスが 0.1% で、バカンスタイム、ラブアタックが 0.05、 0.04 あるよ。ありえる。そう、まあ、1対1対1ぐらいってことだよね。そうだよ、そう。
で、ボーナスボーナス特化ブラッドムーンも 0.01% あるよね。ブラッドムーンはないっす。そやろ、ブラッドムーンだけ明らかに 0.01% あるもん。 0.01% はない。でも500だと 0.001% だから10倍、10倍当たるから。確かに。だから偶数でこれが起きると、でまあ逆に作戦会議もまだこれで逆に見たことないですけど、大阪やな。回れ、イブゾーン、レディゴー。はい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 、まあ、ほら、あれもあれもあるよ。いや、ウィンかい。ウィン休め、ウィンかよ。今の夢のあるルーレットでしたね。ねえ、いいっすね。あ、ドリームルーレットだった。そうだから意外とね、偶数。おお、あら、おーおーおー、ラブボーナス、ラブボーナスだった。ってことは 0.1% だ。うっす、すごい。このラブボーナス引くのとあれだからね、特化ゾーン引くのほぼ一緒だからね、振り分け。惜しい。 B、 さあ赤まで行きましたんで、ここは大丈夫でしょう。8割だが9割。私とやってたのが全然違うわ。あれ青で止める方が難しいよ。難しい。ああどうやって青で止めたんだろうと思って今消化しながら。押し順ナビ無視した。わあ、私だけ置いてかれてる。ちなみにここのスカイゲーム準備中、これ赤だったらあれね、はい、感想確定ね。ブラッドムーン、あ、感想確定、ファイナル確定のやつ。感想てか、あの6勝確定、あのグランドスラムだね。あ、特殊なやつだ。そう、あれが溜まった時、ポイントが溜まった時、うん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 、ちょっともったいなかったね。引けるもん、3ゲームあればどっちかなんか。もう確かに現実的。そう、引けるのよ。準備してくれたのに俺が答えられてないっていうのがもうすごい悔やまれる。なるほど。お、2段階目。おお、2段階だ。熱いよ今。なんかあれ、私レバー押したよなってなった。ナイスイン。あ、強制だ。リールロックかなり熱いかな。強制でした。はいよ、よし。バー行くか。こっからだ勝負。2セット目からよ。当たるよ。あ、期待度出てたな。出てます出てます。ナイス。そうです。お、トニーさんから帰ってきたかも。お、返事来た。仕事してない。おお、全突破だね。スカイラブを実践してくれてありがとう。どうかいいところをお見せできるよう応援してます。なんか社会人あれみたい。なんかちゃんとしてる。ちゃんとしてるわ。204ゲーム、青ナナです。頼む、リプレイくれ、リプレイをくれ。あっちー、おほー、チャンスアップで出るパターン。これは何か引いてる。ズバシ、これね、まあ、赤文字、もしもこの赤テロップが出てなかったら、頼む、スイグねっつってここ押すわけだな。気持ちいいっていう二角。よし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 、オッケー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 、ブラボー。お、これやった、3人上がったぜ。ナイス。90%、75%、75%。びっくりした、今ベッドのレバーだったわ。負けたかと思ったわ。 90% 通した。 75% 通るよねって。レア子役の引き強すぎて笑ってんだけど、マジで終わんないっすか。うん、終わらん。レア子役の引き強すぎて笑った。2枚目
1回のビッグで何枚取る気や。よいしょ、いけスティ頑張れ。 75% これは取れるだろう。取れると信じてる。赤い、あだねー、赤い、やったー、やっと成功したんですけど嬉しい。バイン、やっと成功したんですけど、見たいな、みたいな、敵な、敵な、みたいな。よし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 、スカイゲーム、イエーイ。いや、ずっと乗せてない、終わらない。何枚ですか今。ね、まだこれワンビッグはね、終わってみないと出ないんだけど、多分200、はい、300枚弱ぐらい取ってんじゃないかな、大並で。一生続かない、一生終わらないビッグやってる。このまま完走しちゃえばいいのに。よし、ラブアタック中、335だって、初めてこんな取ったわ。500枚突破、行ってみよう。あ、プリ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 、あ、引いたんじゃない、あ、チェリー引いてるやん、うまっ、ええー、やん。あ、ギリギリ間に合った。これはまだおまけ。あ、しかも背景赤、これ背景赤は赤ミッションかウィンそのままいく、ウィン、ちょ、赤だ、赤だと必ずどれかつく。はあ、ベルだけないんだよ、ベルだけないんだよ。あるある。よお、最高です。ナイス、面白すぎるだろこれ。おい、羽田四郎さんの最後最後どん赤だなプラス、なんか分かんないからいいや。え、今日までなんですかそれ。いや、なんかさっき言ってたんよ、10時50分のレースが言うて、まあ、なんかちょこちょこレアコエク、おーおい、超高上がってたね。イエス、おー、ナイス、上がってったね、超高に上がってました。お宝目、レアコエク引いてる、頑張りましょう。スイカとか引いてました、ちょっと前に。引いてるで上がってますから、スイカとか引いてない、レアコエクなしで、はい、リプレイで上がってたら設定差あるからね。はいはいはい、すごい、チャレンジは嫌だよーって、嫌だよーって。200枚取ったボーナスで、滑ったりしない、しないね。ボガーン、これじゃあタイム、おし、まずいか、まずいね。いや、右手だ、あえて初志貫徹、ノー初志貫徹、はあ、追加か、追加で、ね、OKOKOK、 私今日トレジャータイム1回もミスってない、トレジャータイム5回から、よし、神、ナイス、あまりにも神あまりにもゴッド、今のはよし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 、やおー、はいはいはい、順調ですよーと。お、俺っちには勝てないよー、やはりクイーン急にパラクリスターか、正解、やおーし、8回、もう一丁行ったろ、もう一丁行ったろかいって、あ、いいよ、リプト、8は外れる可能性ある、いけるよ、勝ち瀬戸ないよな、くわ、ふざけやがれ
ふざけやがれ、ふざけやがれ、マジで。どうして、どうしてもう一回下まで降りるの。くー、よし、さあ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 、ここを突破すればファイナルだよ。あっちゅうますね。おお、まあ、ファイナルまでね、到達率 30% ぐらいあるからね。いやー、ダメでした。やべ、ラストだ。最終ゲーム、さあラストミッション、大事、リップまで。引ける引ける引ける。くっ、ベルつかず。あー、2冊。あと1ゲーム、ここのレア子役も有効。ズバッ、648枚。あー、ちゃーちゃーちゃー、惜しい。ブラッドムーンやりてーなー。やりたいっすねー、一回見てみたい。見たことない、私。めっちゃ薄いとこ引くか、うん、もうやっぱトレジャータイムしかないのよね。ベルまで見せてー。よし、おー、うまー、うん、ブラボー。青7、松本マッチの今日も朝から全突破ネオ。これって何ですか、はい、なんで私今スカイラブ2再開の空になってる。あ、連チャンしていくとなる。いや、通常時もスカイラブ2ステージあるんだけど、通常時のスカイラブ2ステージはそこでボーナス引けば ST 確定。こんなに連チャンしなかったから、ちょっと初めての連チャンしちゃった。突然なんか機種変わってもうたと思って。ほんですごい状況だな。よし、どういう状況でしたそれは。あ、え、何、10回、これで10回。あ、すごいタイミングで声かけてる。ここでレア子役引いたら振り分け確認します。10今回のレインボーの宝箱の中身はなんだ。よいしょ、弱レア子役、強レア子役、まあ何でもいい。弱レア子役以上引けばスカイルーレット、はい、はいはいはい。でスカイルーレットの中身は 37.5% がラブアタック、おお、ブラッドムーン 12.5%。 あっちー、多い、あっちー、これ0.01であるとか言ってたから、もうそんなもん、あっちー、なんか5回から行く。俺は追いついちゃう。ここでレア子役引いたらもう、あ、いったわ。 SP ついた、 SP ついた。はんや、うーわー、いや、ダメなんかーい、きついわ。なんてこと言うんすか、演技悪いから。なんてこと言うんすか、演技悪いから。マジで成功したいそうです。なんてこと言うんすか、まだ5ゲームもありますからね。成功しなそうなやつが終わったから。それは、まあ俺はこれはもう無理ですね。これはどうじゃろ。はい、ならなかったです。チレ、行くぞーい、弱チェリーに頼む。ここはだからどこを狙えばいいだろう。いやー、青なら、でももうバーでも頼む頼む。あー、カットインとか欲しかったなー。カットイン出たら書くだろう。もう熱いだろうな、ここ。あー、もう強制化しかない、無理。あらー、バイバイバイ。一世一代の大チャンスだったんだけどね。ここがやっぱ一番の、うん、そこが一番可能性ありますか。可能性ある、うん、通常時からの近道。これ ST 戻ったらあっちぞー。わー、緑だ、 50% 頼む。
ラブちゃーん、ラブちゃーん、あ、水色ゼリフいいね、 OK、 いいよ言うて、いいよ言うて、一個も上乗せせんかった。よし、コイン増えたまま次のスカイゲーム、あと1、あと1カ国です私。おお、いいね、いいじゃない。ファイナルはちょっとだけ難易度上がるからね。いけるかな。あらー、おもちバシコン天才の袖。おもろ、レアやつ。あっ、おお、びっくりした、濃厚濃厚、いったで、きた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 、あと1戦、ここからだから、あと1戦だよ。ああ、問題は首がつながってない、切れてないか、もともとつながったとかじゃないもんないい言葉が見当たらなかった。薄い辞書やの、喋るのやめよう薄い辞書やの、あの都合のいい言葉が見当たらなかったってちょうどいいのがなかった、なかった。うわーい、え、わーい、わお、1ゲーム目にチェリー引けるとかもうおもろくてたまらん。2人ともレアコアイク引くな、だって27分の1ですよ。え、私もレアコアイクでめっちゃ損してますよ。27分の1って重くないですか。27分の1ですよ。まあ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 、後半横取りで全部もらうんで109枚上乗せしなさすぎではある。左が上乗せしすぎてるからねあのちょうどペイぐらい、バレちゃった、はあ、こうやってペイアウトで収束するんだなって今思ってる俺は。バレちゃ、残酷だよ。さあ頼むぜ。ファイナルは最終ミッションがリプレイつくとは限らないんですよ、だからレア役でぶっ刺すしか、そう、だから道中はただ一緒、はい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 、だからその分だけちょっと厳しい。最後のミッションがレア子役オンリーの可能性が 50% ぐらいあるんですかな。まあ、着いたらめっちゃ暑いですもんね、気持ち的にも。そう、だから道中が大事だね。ちなみに何も起こらなそう、最終ゲームです。リプレイでの、もう一回もやらず、ここで引くの、ここで引くのはちょっと、あ、いやいや、チャンス、大チャンス、うわ、激アツ。え、これ引いたからかな、の可能性もある、どうだろうね、やばい、リプベル、リプベルガチ頼むぜ、ほんまに。さっきの俺の二の舞にならんようにな。いや、大丈夫です。ナビゼロ角、ナビゼロ角よ、ナビ出せば勝ちよ。はい、頑張れ。うわーうっせー一番乗りだー、一番乗りだー、やったー、ラブアタック取る可能性があるぞ、頑張れ頑張れ、ラブアタック1000ポイントだぞ。青ナナ強い、あれは強いぞ、取りそう、ラブアタック、うわ、赤張ってんじゃん、ラッキー。赤結構珍しいっすよね。珍しい、わお、わお、順調っすね、うまし、もう線もあるよ、しかも赤、熱い、赤、よし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 、わスカイラブ2ステージ行きました。昼、昼です、結構きついよな昼はさあクリスタルジャッジメン、だね、枚数少ね、枚数少ない、708枚
ガチ少ない。全然乗っけてねえな。1回目のボーナスだけちょっと乗せしたの。さあ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 参りましょう。右だけ気をつけて。強水化じゃない、強水化。右だけ気をつけて、ね。まあ、リップ引くことしか考えてないんで。で、そこのレバーだから、もう抽選すんの。ああ、その後セットするやつ疑似遊戯だから。そう、気をつけて、そこのレバーだから。リップね、リップか、引いてなく。あー、当たるかも。あ、ここで引いてんのか。そっち見てからにしよう、こっち。クリスタルジャッジメント。おー、あ、これあれか、ここが青で、ここがバーだ。うわー、頼むぜ。うわー、あー、なんかだー。惜しい。休めではないけど、まあまあ中間タグ。惜しい。うわー、マジかー。中日実践ポイントはお預けでございました。取りますか。なんかすごい嫌そうな顔されたんだけど。当たった。おー、当たった。ラッキー。スカイラブ2ステージ強制で行きましたね。まあ、頑張って上乗せしますよ。私は上乗せがないか、ストック平均2個ね。平均2個？平均2個。じゃあ3個だな。基本1個だよ、これも。わかんさーい。え、これ初動って1個は確定で持ってます？持ってる。レインボー1個出てくる。なるほどな。じゃあ大ちゃん、てちゃん、You got to enter. Let's go. よし。綺麗に、綺麗にベル。お。あー、もうずっとベルや。ベルでも宝箱はそれなりに取るのよ。あ、そうなんですか。宝箱開けるときに何か引けるか、いい宝箱をレア攻撃で取るかしないと乗らない。宝箱も取られなかったけど。珍しいよ。え？え？宝箱ゼロ？宝箱ゼロ。すごいレアパターンだな、それ。すごい珍しい。宝箱ゼロ、ずっとベルだけ。珍しい。1回目のやつ頑張りましょうで、その後頑張りましょうって出んのこれ。1コマ下手すぎて。初めて。そう、なんか1コマ早いとか見たことあるけど。1コマ早いばっかり出てます、私今のところ。頑張りましょうってそんなセリフあるや。惜しい惜しい。わあ、告知音かと思ってた。惜しい惜しい。ギュインギュインみたいな。もうこれもう後がないのよ。ラスト、ラストのラストっすか。いや、ラストの1個手前。もうあと残り2ゲームぐらい。うわ、あっちこれナビはぁ、やばい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 。いや、当たった時の音みたい。やばい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 。頼む。バッツさん、ずっと当たった時の音をする。リプレイ。やばい、やばいやばいやばい、おいおいおい、こんな中途半端なとこで、おいかおいおい、これは何。俺は何これ。おい、俺は何。失明の危険性。危ない。先端恐怖症だったらすごい怖い。危ない。 SP もらえるのなんていいんですか。うまい。なんかバッチさん声だけでパッチロダイ作れそうですね。声だけで。声だけでは無理、ディールがないと。違う違う、そのエースの SE とかいらなそう。あ、なるほどね。声だけで自分で歌歌って、そう、フルボイス。エリー、ミヒー、ナカーって。いやー、満足した。えー、いや、帰る感じ。満足しちゃった。あー、もうこれね、これをファイナルまで行ってラブアタック取って、あとはゆっくりゆっくり午後を過ごさせていただきますよ。楽しく。俺もゆっくり過ごすために1000枚ぐらい欲しい。クリスタルジャッジメントまで行こう。行った。そうだな。よし、さあファイナルまであと1カ国だ。いや、イエス、うお、気持ちいい。普通
時って何枚ぐらい持ってるのが普通ですか。もう1000枚ぐらい。1000枚は超えてる。1周1000枚のイメージだね。さすがに1000枚超えとこうよぐらい。まあでもそんなもんなんじゃない。割と割と、まあ、ちょっと少ないなとは思うけど。気持ち少ない。別になんかそんな極端にってことではないですかね。気にするようなもんでもない。バン、おい、よし、びっくりした。声だけでパチスロ台作ろうとしてるもん。バン、ファイナルまで来たよ。いや、ハーレクイーンの言い方。ファイナルバトルハーレクイーンだったら嫌っすね。勝てるしね、マジで。同じ期待ででもちょっと気持ちで負けそうっすよ。気持ちで負け。俺っちには勝てないよ。すえーって思っちゃいそう。よし、さあファイナルだ。さあ2連目だ。1個でも多くミッション欲しい。よーし、トン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 。はっ、当たった当たった。おー、滑ってる。ベルが痛い。俺これはもうこれリプレイ否定なのよ。あ、ベル、ね、ベルはスイカ。そう、これ青7の時のそのベルはスイカ。スイカかもしれないよ。うおー、うまっ、うまい。よし、うまつもとバッチだこれ。よし、原監督、原監督急に。よっしゃー、取った。おー、赤、珍しい。全部、いやーした、全部大ちゃんみたいに言うやん、こいつって。知ってる、もうモンキーターンの回からだから、実は。そうだよ、うん、もうずっとだよ。よっしゃー、わー、見届け。いや、マジ。あ、そっか、でもボーナスまだ消化するのか。お願い。うわー、痛い、それ。私やっと1000枚超えた、よかった。いいよ、めちゃくちゃミッションはいく。グッて押した。ドバラバントファイヤー。それは失敗しちゃダメだ。イエス、ゼロ格、ゼロ格之助でございます。気持ちいいな、気持ちいいよな。全パターン気持ちいいとこあんのよ。レバーオン、第一停止、第二停止、第三停止。よし、ダッツ、よし。うわー、緊張しるね。左だけ押す、もう全部赤を押す。さあ頼むぞ。回れ、ダーラー中、なかなか。まあまあ、まだまだこれからっすね。じゃあバカ隊か、バカ隊、まだまだバカ隊。バカンスタイムのことバカ隊ってあんま呼ばない。バカ隊か、バカンス、バカンスなんですよ基本、略すとしても。バカ隊って優しいな、俺に取っといてくれるなんて。そうだよ、見せ場をね、やったらいいよ。いやー、やってるー。いいの、あー、ひなと出てこい。 20% ぐらいあるんでしたっけ、木でも。木でも 20% ぐらいある。うわっ、あ、よかった、引いた。あぶね、終わるかと思った。 B、 あー、取れない。木の宝箱から、あー、ラストチャンス。よし、行ってこい、レアコイ、レアコイ。おー、お、チャンスアップ、ラッキー。うまー、よし、2個赤7、2個。お、まだやる。
宝箱も取ってます、すごい取ってるよ、すごい取ってる、うわうまっ、宝、あうまい、あ、押し順リプレイね、気持ちいい、わかる、宝箱自体はめっちゃ取れる、めっちゃ取るよ、だろうな、マジで5個くらい取って1個くらい出るイメージだから、なんでだろうな、さあ4連目を目指して集中してるの、 40% 取って、ガンちゃんも反応がありません、 40% 取って、1回も取れん、もう5回ぐらい引いとるぞ、青でもいい、青でもいい、1回ぐらいレアコ枠で刺そうや、1回も刺してない、1回もレアコ枠で刺してない、クーラストズイマーです、大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫、最後の1ゲーム、え、それ最後、 SP あるよ、 SP あるよ、 SP あるって思っておかない方がいいよ、やる気ない、やる気ないぞ、いける、やる気ない、やるしかない、いけいけ、ナビ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 、だねー、せーな、これいってー、だねえ、これ上手に空を飛べないね、あなた方は、右の人はまだ飛んでるんすよ、わ飛んでた、ナイスー、すげー、2周目行くんじゃねー、いやーくそー、一番最後に始めて一番早く終わってんじゃねーよ、え僕ですか、2周目いきます、いやマジかよ、なんか終わらせに来てたもんな、ミッションくれなかったし、終わらせたのは大じゃないよ、あなたの実力、クマちゃんも正論言われてる、そう言い返す言葉もね、実は1セット目だからいいんだ、気楽なんだ、1セット目、え2周目の1セット目も1セット目扱い、1セット目も、あそうなんだ、スルーすれば天井短縮、 あそうなんすね、なんだすごい、私違うんだと思って、さっきすごい気合い入れてやってた、おいしょ、当たっちゃうけどね、うん、うん、当たっちゃうけどね、よし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 、もう一周いったろ、俺がやってるこの挙動が設定全くいらないっていうね、設定によるものじゃないっていうのがすごいよ、いいですよね、よし、さあさあさあ、スカイゲイ、連続ナビあったんですけど、すごくない、スカイラブめっちゃいいじゃん、おもろいな、もっと打とう、私ラストバード、あら、うわ最後のゲームか、スイカが良かったよ、青ね、まあ、ここでレアコ役引いてるか何かが追加になるかなんだけど、ここのゲームはもうほぼ追加だろうね、うわー引いとるやん、このパターンが一番プレッシャ ー、 あーこれ次のになんかなんとか持ってナビ出ない、はっやらかした、1足りない1足りない、リプレイ外れ、ベルの間でリプレイかベル切ないね、なんかだって前回すげえ出したのに誰かのせいで負けたんで、え
おえっつっておえっそっかすげえ前回が天然です前回天然で7000枚出したのに私とんでもねえ持って返したもんな2位だったから意味わかんない3000ポイントを持ってかれて言うて7000枚出して2位の世界戦強くないですかすごいなあ俺より長く打ってたからな。うまい。いやうまい。伸びてるね。伸びてますね。出玉はそんなに出てないですけど。2000枚ぐらいさついてる。ついてます。でもこの人3000ポイント取ってくるから。いや俺だけで取ったわけじゃないのよあれ。バチさんも取ってんのよ。今グーパンで行ったかと思った。終わった。1459枚です。惜しいねおかえりただいまさあというわけでここで前半終了でございますはい、おい後半戦は横取りポイント等を使っていよいよ優勝決めますんで、はい、後半戦も頑張ってくださいお疲れ様でした頑張ります頑張ります松本バッチの今日も朝から全ツパネオありがとう完璧なレバーを今日一出ました今日一出た絶対左うわわあ、楽しい左よしおーほー何本のもんじゃい